まだ入り口の電気がついていない伊鷹の駅前であります。今回はですね、久々にこの駅からのウォーキングということなんですが、今回はですね、事情によってちょっと長い距離を歩くことになってしまったんですね。さあ、どこに行くかは分かりませんが、もう時間も限られていますので、早速出発していきたいと思います。こちらの周辺につきましては、すでに伊鷹の駅前から、豊里大橋を経由して、京阪のですね、滝まで、ウォーキングした動画でですね、紹介していますので、こちらは、この動画では、省略したいと思います。この時点で、こちら行きますが、外へ行きますが、500メートルということになります。まだこちらの駅の、明かりがついていない地下鉄随行4丁目駅の手前、ここで1キロということになります。右に、随行4丁目駅の、2番出口、そして左に随行中学校の校舎を見ながら、歩いているということになります。まだ4時25分頃ということで、本当にまだ静かで車も、見ることはできません。ちょうど大阪経済大学の前に行きました。そしてこちら、クールスポットですね。綺麗に整備されているんですけれども、今回はこの道からですね、進んでいくことにします。大阪経大前のバス停の手前、この地点で 1.5 キロということになります。矛先を国道479号の内環状線に変えて、こちら業務スーパー上新町店前なんですが、この時点で2キロということになります。府道16号の大阪高槻線に、入ってきました。ちょっと少し方針コミュニティゾーンを歩いていましたが、ここで大阪高槻線に戻って、兜公園の手前、そして東城中学校前の伊鷹の車庫方面行きの93号のバス停、その付近で 2.5 キロということになります。東城川警察署の裏側に回ってきて、この時点で3キロということになります。で、再びですね、また方針コミュニティゾーンの方に戻って、今は方針1丁目付近を歩いているということになります。そしてこちらが、ふるさと町変電所ということになります。菅原4丁目内に入ってきたこの時点で 3.5 キロということになります。で、再び大阪高槻線に戻って、淡路方面へ向かっているということになります。右側に小さなプールのある公園が見えてきて、大きな公園ですけれども、この時点で4キロということになります。で、また大阪高槻線からちょっと離れて、菅原の住宅街の中を歩いているということになります。こちらは菅原公園ということになるんですかね。大きな公園を右手に見ながら歩いているということになります。そして奥には市営住宅が建っています。菅原1丁目の交差点、大阪東線の、高架下の方まで来ました。今ちょっと、淡路のですね、今立体交差の、柱が見えてきましたが、その淡路を越えて、新大阪の方まで行くことにしたいと思います。そしてこちらライフ東淡路店、エリオン、そしてセリアのですね、向かい側になるんですけれども、この時点で 4.6 キロということになります。歩き出して1時間経過して、この時点で 5.2 キロとなります。今日は淡路駅を通過して、このまま新大阪の方に向かうということを申し上げましたけれども、この道を右に行くと新大阪方面へ向かうということになります。綺麗に整備されたスーパーマーケットですね、大きなスーパーマーケットの前、まだオープンは先なんですけれども、この時点で 5.55 キロということになります。そしてこちらの方では今マンションのですね、建設が進んでいるという段階ですね。さあ、信号が青に変わりました。今日は晴れ間が見えていますし、
まだちょっと、雲が多めなんですけども、風が爽やかに感じて、いい感じなんですが、もう5キロ以上歩いたということで、私の方、汗の方もですね、いっぱい出るほどになってきました。両方に、自営住宅に囲まれた道路の中を歩いています、まあ、ちょうど新幹線上にですね、まあ、自動車のような、まあ作業用の車がですね、通っていきましたけれども、さあこの地点で、今通っているところが淡路第三住宅ということで、その間の道路、この地点で6キロということになります。東中島4丁目下の、交差点ですね、その上をですね、新大阪駅東歩道橋が立っています。さあこの新、こちらを渡って新大阪駅、東口に到達ということになります。こうやって頻繁に、新幹線の案内放送が流れる新大阪駅の東口、東改札口に到着であります。板鹿野駅にですね、4時過ぎに出てから1時間19分20秒かけて距離 6.77 キロ、9300歩歩いて560キロカロリーの消費ということになりました。久々にですね、5キロを超える、6キロ超えというロングランのウォーキングになりましたけれども、まあでもですね、久々に大汗をかいて見客向けのコースを歩いてきたという印象を持たせられますね。まあ、今は静かな新大阪駅の東口ですけれども、在来線の乗り換え口ですけれども、乗り場ですけれども、まあこれから時間が経つにつれて通勤客で大変な混雑になってくるということになりますね。板鹿野駅前からこちら新大阪駅東口、東改札口前までをウォーキングしてきました。